いやちゃよー、ライジオの演奏で今日もやっていくんですけど、今日はね、BO3 シリーズということで、今日はね、この、ディープリアンさんにね、BO3 をしてもらおうと思います。ってことでね、この方なんですけど、結構ね、最近仲良く、もともとね、その、トレンドだったんですけどね、最近その終盤、シーズンの終盤で結構ね、通話とかしながらね、トラゲとかしてた、人なんですけど、めちゃくちゃね、いい人でね、本当に。で、それで、トロは、最多トロ、7982ですね。そう、7982なんですけど、まあ、リーチでね、惜しくもね、なんか、ラポ勝ちとかにね、何回も縛かれてたんですけど、そう、まあ、ラポ勝ちしかなければ8000いってたやろみたいなのがね、ほんとなんかリーチで3回ぐらい引いてた気がするんですけどね。まあ、その人なんですけど、エリポンクロス使いで、エリポンクロス使いだと間違いなく日本一位ですね。で、クロス使いの中だと、はじめ社長さんに次いで日本に2位って感じで、まあね、はじめ社長さんがね、ちょっと強すぎるみたいなとこあるんですけど、まあ、そんな感じでめちゃくちゃトロ高くて、しかもいい人っていうね、感じの、めちゃくちゃいい人です。はい、ということで、今日はね、その人と BO3 やっていきたいと思います。2分後に申請送るって言ってあるんでね、もうそろそろ送るんですけど、最初のデッキどうしようかな。エリポンクロスがね、ちょっとね、あれすぎてエリポンクロスにね、勝てるデッキってなったらね、相当絞られちゃうんですよね。なんかスケラとか面白そうだな。いや、俺三重士行こう。初手三重士行きます。よいしょ。てな感じで。あ、うしゅ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 う。危ねえ。危ねえ。おいおいおい。ということで、行きたいと思います。よろしくお願いします。最初はね、なんとなくエリポンクロスはね、来なそうな予想が。来なそうな予想。ですね。これで来たら、ちょっと発狂します。おー、エリポンも5番目にある。おいしいおいしい。よろしくと。いう感じで、ケツからアイゴレを切るか。よいしょ。ザップってなると、今考えられるのはペッカかジャイカって感じですね。エリポン置いていきます。ペッカっぽいけどな、オーラ。あ、ペッカですね。よいしょ。いいね。でもここにペッカ当てられるだろうから、よいしょ。まあ、ここにね、ペッカ当てられるだろうとは、ね、そこはもう分かっていたんでね。はいはいはい。って感じで、ここは逆サイ誘導していきます。よいしょ。OK。で、これで、こっちも、なるほど。まあ、こっちはさすがにと、ザップとか打たれたら入っちゃうけど、やめてやめてー、ありがとう。って感じで、あっちは今、ユウの三角を使ってて、だがエレキザップポイズン、いや、ポイズン待ってるかわかんない。エレキザップポイズンと、あとゴースローとかかな。なの、思うので、若干その、エレキをね、これで引き出していきたいなと思うんですけど、なるほど。よいしょ。早い。よいしょ。で、これ言うのが多分走らせてくると思うので、走らない位置に。そりゃうめえわ。待って、嘘でしょ。やばい。危ねえ、耐えてくれ、ルル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 、危ねえ。いやー、これさー、あれなんだよね。いやー、やべえなー、これ、普通に。あー、分かってる。分かってらっしゃる。もうこれ、30セパするしかないよねって話。で、してからの、ここにガゴムレを出すしかない、正直。で、ザップからの、あれが来るんで。ぬっ！危ねえ！耐えた。いや、でも次やべえ。これさ、工場来るんだよね。知ってたら。危ねえ。だから俺がこっちに工場出しなかったら、もう明らかに工場来てた顔なんで。危ねえな、マジで。
危ねえよ、危ねえ危ねえ。いやー、怖い。これで相手がザップと、はいはいはい、三重子を出して、いや待ってよ、これ微妙な気がすんな、ちょっとですよね。待てよ、頼むからザップ打たないで。おし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 、いい、全然全然、よいしょ、ワンチャン。おー、なるほど、これはね、いけますね。ここにザップを咲かせ、咲かないか、これエレキ回っちゃうかな。ザップ咲いた、オッケー。エレキだけじゃいかない、これポイズン使わないといけないですね。うわー、早え、ポイズンがえぐくない、この速さ。俺もこれで決まったと思ったんだけど、普通に。ダッシュしない距離。ダッシュダッシュダッシュ。やばい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 。よいしょ。さすがにこれはいったと思うんだけどな。走れ。オッケー。オッケー、よっしゃい、グッドゲーム。あぶねえ。あぶねえよ、マジで。いや、うまかったな。危なかった。激アツすぎる試合をしてしまった。で、ここで、俺はもうエリポンクロス大嫌いマンなんで、来ても大丈夫だよね。来ないような気もするけどな。なんか逆にエリポンクロスをメタってきた、そのゴレとか、ジャイに強いデッキが来そうな気がするんですよね。エリポンクロスをメタるって言うの難しいんだよな、普通に。何で勝てるんだろう、あれって。このデッキを見て何で勝てるんだろうな、マジで。何がきついんだろう、迫撃とかだよな、多分俺が使えない系のデッキが。あ、俺あれ使おう、あれ使おう、ホグクエイク。あれ俺めっちゃ好きなんですよね。最近ちょっと使ってて、ホグクエイクをね、今練習してるんでね、それを使っていきたいと思います。結構仕上がってるんですよね、上位の。ちょっと待って、ね、待ってな、待ってな。コウモリ、あとクエイク、あとなんだっけ、アイスピか。これスケバージョンもあるんですよね。でも俺アイスピが好きなんで。オッケーオッケーオッケー。こんな感じでいきたいと思います。これでバルーンが来ても勝てるよな。バルーンとか、いや、なんでも違うんかな。なんだろう。まあいいや、わからんからこれでいこう。よいしょ。よし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 。よろしくと。どうしようかな。アイスピを投げていき、雪が玉が来る、アイゴレを出す。いやー待って、マスケ来る、エリポンクロスだー。違う、何これ、あれだ、わかった、あれだ、迫撃ディガーかな。あ、当たっちゃった。なんだ、わかんねえよ、デッキがわからねえ。なんだそのデッキ、なんだ。まあポイズンが打たれるでしょうって感じではあるんですけど、おっと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 、はいはいはい、雪玉まで使ってまだ檻も回ってないと思うんで、ホグ出していきます。ダックプリが、そうですね、いや早い、そのね、ダックプリがうまいんですよね、ちゃんと走らせるダックプリ。ミニッパーを出していき、よいしょ。あー、これ何で来るのかな。
スケとかはないよな、多分。デスケラでしょ？ってことは、マスケの俺が前使ったやつのあれか、元祖のやつだ。ポイズン打たれてもいいんで、とりあえずマスケ合わせて、今建物があるんですよね。これ適当に高回転で回していき、とりあえずこっちにごぼり出さして、オッケーオッケー、雪玉使った、ごぼり来る。よいしょ。よし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 、いい形いい形。でもこれマスケが来るんで、そうなんですよね。でここでこれまだ回ってないはずなんで、オッケー。今ね手札1枚回してから行ったんで、よいしょ。おお、そっちはない。あー、なんでーなんでー、やばい、これはやばい。あー、やべーやべー、終わる、俺の夏が終わる。やめてくれやめてくれ、マジで痛すぎ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 、やりすぎでしょ、やりすぎでしょ、やりすぎでしょ、明らかに一発、OK、痛くね。うん、痛えよそれは。あ、そっち？まさかの？やばい、痛い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 痛え、マジでなんで痛いのこんなに。よし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 、スケラ撃たれて終わる。あー、待って待って、もうなんで？ああああ、グッドゲーム。いやー、マジさすがに切れちまった。俺はさすがに切れた。次こそエリポンクロス来るだろう。俺は切れちまった、さすがに切れちまったわ、この俺が。ふう、いやー、マジか、うまかったな。なんか隙がなかった、マジで。そう、序盤に多分、そのサイクルが回りきらない時にミニペホグで、多分その、あれなんですよね。アイゴレと、あの、ゴボリがないターンにミニペホグバンバンって出して、コウモリバーン出して、もうアイスピーバーン出して、多分そこでワンパンして、あとゴンガンイモリとかね、そんな感じでやっていければね、よかったんですけども。えいえいえいと。さすがにもう、俺クラスになると、ジャイプリブリとか使っちゃうからね。こうポイズンにするかファイボにするか迷うんだよな、めちゃくちゃ。いやでもファイボでいっか。ポイズン。いや、スケラは、いやでもスケラ2連投はさすがにないと思うので、メガゴでしょ？よし、オッケー。完璧。これでクロスで叩き潰されそうな気はする、若干。これで頼むから。よろしく。何で来るのかな。でもチェーンクロス、チェーンクロスじゃない。エリポンクロスなんか使ってこない気がするな。これ目立ってんなーっつって。お、雪玉。なるほど。スケ。お、これカホリ。カホリ、カホリが。カホリがする。ホグか。おー、ホグか。あ、でも雪が入ってるから。ここにファイボとか打つと、いや打っていいな、これはさすがに。はい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 。で、アイゴレスケウッドを使ったので、
あれこれあんのかい。なるほど。これジャイ来たら渋。ジャイ来たらじゃない。これクロス来そうな気するな。あんなとこでザップ打たなきゃよかった。でそんなおしゃれなことする？でもしこれで、あれだな、多分エリポン置いて、これで多分、ファイブを打たせてのやつなんだよな、きっと。うわクロスか。まあ、ファイブ以外を温存していきたいですね、ここは。一回これで、ああ、ファイブ打っちゃうか、でも。そしたら。さすがにこれは打ちたいですね。で、ここは、鉄プリンスとかから作って、これエリポン置かれるんでね。鉄プリンスとかから作って、ウッドとかも咲いたんで、このマスク延命しにくいはずなんで、やっべえな、マジで。よいしょ。多分左、こっち側にケツマスク来そう。うわー、アイゴレかよ。マジ？でもスケ切ったんだ、これプリンスでいいっすね。おお残ってる、マジっすか。ボーイやば。ここで自爆プリをしてマスケにファイブザップを打ち、オッケー。あ、タゲ変わってる。マジ？そろそろ来んの？それクロスフィーバータイム。入れ入れやい。よいしょ。じゃあここら辺にマスケが来そうな気がする。マジっすかそれ。やばい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 、えぐくね、えぐくねそれは。ちょっと待って、危ねえマジで。まあこっちは許すか。一回ファイブがないんで、これとりあえずエレキをつけて、もうここら辺のわちゃわちゃが来ても大丈夫なようにしていきたいと思います。そんな技があるの？やばいやばい、鬼乱されてる、鬼のように乱されてる、えぐいて。やばいやばいやばい、え、ちょ待って、やばすぎね、やばいんだけどえぐくね、全然相性良くない、全然相性良くないちょっと待ってマジで。こっち来るよね。うん。これは結構いいような気がしている。ああ、そういう感じか。やべ。やばい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 。マジでやばい。やばーい、やばーい、やばいー、やばーい、頼むから削って、もっと、やめて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 くれー、頼むー、ちょっと待って、マジで強いんだけど、なんでなん。あー強すぎる、マジか、えぐくねー、これが。ちょ待って、でも俺待って、やばい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 、ああグッドゲーム。いやーこれもう俺の負けでいいっすね正直。はい。
ってな感じで、ちょっと今一回 DM 送ります。DM 送りに行きます。やっぱ、プロたるものね、こういうところで、やっぱテーブル育児ないんでーって言うと、ちょっとあれなんで、これはもう、てか相性取ってたんでね、そもそも。マジか、こんなに勝てないもんなんか。やばい、負けてしまった。タイブレイクで、いきますかと。いや。あー、マジか、うまかったなー。マジかよ、もう。あー、じゃあ何使えば勝てんのこれ。やばくない？結構プレミスあったんかな。一回がっつり形組んでって感じなのかな。血剤しなきゃいけないターンがあったんかな。いやあ。うわー、くっそー。あ、いいんですかつって。めっちゃいい人やんけ。はい、ってことで。まあね、今日もやってったんですけど。いやー、悔しい。いやー、なんかもっとな、もっといける気がしたけど。いやー、ってことですね。まあね、今日負けちゃったん、あー、どちらでも構いません。どちらでも構いません。なるほど。ちょっと、土下座してきます、俺。もう一戦、もう一戦お願いします。土下座します。絵文字で土下座100個打ちました、今。はい、ってことで、まあ俺がね、今タイブレイクでいきますかと言って、あ、いいんですか、どちらでも構いませんっつって、もう一戦いいですかっつって、しましょうって、めっちゃいい人です。めっちゃいい人なんで、本当に。ちょ、待って、でも俺これ、ペッカとかやっても勝てる気しないんで、ロイジャイとかになるの。でもロイジャイさ、タルババ加工されて微妙になったよな、マジで。どうすっかな。多分、ごっつり形組む系が、あれだから、あ、あれ使おう俺。懐かしのジャイ三重視使おう。なんか最近ジャイ三重視使ってる人がいたんすよね。そう。なんで俺懐かしのちょっとね、ジャイ三重視を使おうと思います。めっちゃ懐かしくない？俺このデッキで動画出したことあるかな？わかんないんですけど、ジャイ三重視めっちゃ懐かしくない？やばいよね、これ。これとあとなんだっけ一枚。ゴレ、あ、ジャイだ。ゴレかと思った。まあ、こんな感じのデッキがね、昔めちゃくちゃ流行ってたんですけど、三重子の加法でね、あとは、クロスとかは、あ、クロスはいいんですけどね、まあ、三重子の加法とか、あと、ペッカが流行りすぎたせいで、死んだんですね、このデッキ。なんですけどね、今日俺が復活させたいと思います。よいしょ。さてさて。ディガーとか欲しいような気もするけど、まあ、いいでしょう。ジャイ三重子。懐かしいなぁ、これ。よっしゃー。さっきね、俺5分前、やっぱプロたるものとか言ってたっすけど、余裕で土下座してきました。ありがとうございます。ありがとうと言っておきましょうか。いやー、よかった。あ、BGM が消えてる。やばい。えい。OK。もう俺、この縦画面にね、するときに、そのね、ちょっと諸事情なんですけどね、手で BGM を流さなきゃいけないんで、はいはいはい、すけ雪玉、すけ雪玉ごぼうりってなんだ、バルーンか、え、なんだろう、すけ雪玉ごぼうりでしょ、わかんないわかんないわかんない、マジでわかんない、わあ、来るやつが来るやつが、最悪やんけ、押し出しマン、よいしょ、なで、今隠れてね、今このはいはい、ここでエリポンですねってなりたいところじゃないですか。なんですけど、あの人今ね、3枚手札回したんで、もう一回ここでエリポンいたらバルーンからのディガーが来るんですよ。そう、なんでここ血じゃいきたいと思います。ドン。で、あ、ザップってもよかったな。いや、これ雪玉回ってないんで。オッケー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 。で、ここは、やったら、ごぼうりマスケで、行かれて、オッケーオッケー。ちょ、こっちでいいかな。よし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 。で、これをもう一回、
OK、雪玉切った。これでまたバルーン飛ばしにくいと思うので。よいしょ。はい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 。いきますよ、どんどん。よいしょ。コウモリが来そうだな。なあ、早い回転が。やめてよ、マジで俺。俺この世で一番嫌いなもの高回転だから。やべ、それはやべ。やめてくれ。やめてくれ。でもこれはいけそう。あ、やばい、かさみ損なった。やばいやばいやばい。先行しないで、お願いだから、お願いだから先行しないで。なあ、ちょっと先行してる。よし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 。あ、もう編集でこの DM の土下座具合を貼っとこうかな。つっていつもね、だいたい俺このトイレ行ってる間編集でカットするんでとか言ってもね、5分ぐらいトイレ行ってる間編集カットできなかったりしてるんでね。って感じで俺を言って終わりにします。ありがとうございましたと。あ、でもこの感じあれですね、クランに集まってもらった方があれか、よいしょ、ということで、確かにクランに集まってもらった方が会話とか見れるから、そっちの方が良さそうだな。OK。次からそうしよう。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。リアンさんのツイッターリンクをね、下に貼っていくんでね、ぜひ見に行って、ください。マジでね、いい人だし、クラルアもね、めちゃくちゃうまいんでね、フォローおすすめです。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけどね。まあ、夏休み、毎日頑張ってるので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイバーイ。